こんにちは。新しい MacOS が登場しました。ヨセミテと呼ばれているものですね。昨日出たばっかりです。現在10月17日、昨日というか、まあ、今日の深夜ですね、出たばっかりです。こちらをインストールしていきたいと思います。入れるパソコンはこれ MacBook Pro、MacBook Pro に入れます。 5.16GB、 はい、ダウンロードが終わりました。OS 10ヨセミテ、 OS 10 10.10 のインストールを設定するには続けるを押してくださいと。お、行きましたね。マキントッシュ HD、 マキントッシュですからね、 Mac は。コンピューターは、10秒後に自動的に再起動します。再起動ポチッ。すべて閉じる必要があります。閉じてね、閉じてね、閉じてますよ。再起動、お、再起動始まってる。お、来ました。 Apple ID でサインインというわけで再起動がかかって、ここまで来るのに36分かかっております。ご利用規約、よい、いや、こっちマスチゲびっくりした、マスチが、よいしょ、あ、どうする、よいしょ。 iCloud ですから、なんぞ Firebolt、 ディスク暗号化、まあ大丈夫でしょ、 iCloud 同士なら。 Mac を設定中、設定中ですよ。起きた。 iMessage のパスワード、なんぞ、なんぞ、あー、それ後でいい、後に。これ見てください、ここアイコンがフラットで、噂通りマキントッシュくんの顔がちょっと変わってますよね。フラット、超フラットデザインになって、なんかのっぺりした感じ。今まではこっちにあるこれなんですけど、まあ分かりづらいかもしれないけどね、立体感があったんだけど、今回からはこのようにフラットデザインになって、10年くらいね、変わっていなかった、もっとかな、わかんないんだけど、このマッキントッシュくんの顔が変わりました、若干。ここにね、ダミダインっていうサンダーが減りました。何言ってんだ私は。データファインダーに iCloud ドライブ、あ、どうしよう、これキャプチャーして後々ちゃんとやった方がいいかな。どうしよう、この iCloud ドライブに入らない、なぜ入らないのか、な、なんで、そういうことじゃないんだろうな、ここか、よいしょ、いかないな、そういうことじゃないんだろうな、ちょっとわかんない。というわけで、ここに iCloud ドライブが入ったんで、すべてのデバイスから参照できるということになりました。おお、ずいぶん変わった、ずいぶん変わったよ、通知センター、よいしょ、もうなんかぬるぬるぬるって感じで出てきますね。ファインダーに、iCloud ドライブっていうのが表示され、うわ、なんかアイコン、おお、なんだ、サファリがぬるぬる動くぞ、なんかアイコンが違いすぎてちょっと違和感がある。久しぶりにこっち起動してるんですけど、サファリ、 YouTube、 YouTubeよいしょ、YouTube、 よいしょ、 YouTube、 わお、 YouTube や、おー、 YouTube、 あ、ここのタスクバーじゃないけどメニューバーのところにまで、わかるかな、スクロールが半透明で来てんの、このね、綺麗。すげえ、見て、下のウィンドウが透けて見えるとはこういうことか、ちょい感動ですね、ちょいちょい感動してしまいます。サファリが随分変わったとはそういうことだったんですね。 iTunes が赤いぞ、おいまさかの iTunes 赤くなっております。ファイナルカット、ファイナルカットが、落ちるとかね、ファイナルカットで使用するにはライブラリアップデート、まあ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 、前回使った状態がちょっとわかんないんで。うわー、なんかこっち変わってない、わかるかな、ファイナルカットのアプリはまだ信号機に立体感があって平常運転しております。なんだろう、変わってないアプリもあるってことですね。このようにファイナルカットでは後ろのウィンドウは透けないけれど、サファリを上に持ってくると後ろが透けるということは、
サファリの機能なんでしょうね。MacOS ヨセミテの機能ではなくサファリの機能ということなんでしょう。ファイルカットだと何も起きない。で、ファイルカットのここのボタンが、フラットではない。こう比べるとすぐ分かるんですよ。信号機のっぺりしてるな。こっち今まで通り立体感がある。というわけで、まだやっぱり、昨日だもんね。昨日の今日なんで、対応しているものとしてないものがはっきりしてる感じなのかな。ちょっとね、このサファリの半透明っていうのを見たかった。私は自分の目で確かめたかったんで、すごくいいかなと思います。まあこんな感じかな。すごいのっぺりしてますね。アイコンもすべて iPhone との連携で、 iPhone の iOS8.1 がまだ出てないんでまだ進化は発揮できていないかなと。以前ね、バックトゥーマックって言って、Mac のところに iOS のいいところを突っ込むって言ってて、それがより顕著に来たのかなと思っております。そんなわけで、ヨセミテのインストール動画でした。あとはちょっと使ってみたいと思います。ヨセミテのインストールでした。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なので、チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。